ばんは。カメラの三脚なし。マキ可愛い。これのマキじゃない。アウター、アウター着てる。下パジャマだから、パジャマだからよ。アウター着てます。寒いし部屋フリース。二十歳ですか。違います、19歳です。あと1年、二十歳まで。鶏もまだ食べてない。買ったんだけどね、まだ開けてないんだ。違うのを食べた。私も配信で、いや今日は嫌だったからこれ来た今日は嫌だったからこれ来たんです。チカップサランと髪合わせた。いや髪型合わせた。髪型は元々最初ツインしようと思ってて、でサランが先にメイクしてて、あの髪ねしてて、でツインしてて、あどうしよう変えようかなって思ったんだけど、そのユニットが一緒だったから一緒にするのもありだなと思って一緒にした。全く一緒じゃない。空のは多分確か横編み込みのツインだけど、私は普通のツインにした。あとあと普通のツインするってなってにしました。そうユニットしたんですよ。イベントでは多分珍しいと思う、ユニットあるの。そう、甘いキリップス。髪飾りもね2人で、で色違いの髪飾り、色違いかな、似た感じの髪飾り、カチューシャでリボンのカチューシャ、空の側で私がこうやった。うん、長い髪がいるのか、すごい。髪がどこだ、どこにくれた。コミックさんの曲、そうなコミックさんの曲です。さっきインスタにちょっと前に載せた昨日の全身の写真。あー落としちゃった携帯。衣装初めて着たから、あの衣装は初めてだと思う多分、多分初めて。他ない。でもあるとしたら生写真とか、生写真とかだろうけど多分ないと思う。インスタですごろからやってる、だいぶ前からやってるよインスタね。いつだろうね、2018年とかじゃない、だいぶ前からしてる。最初の投稿
2017年だ。めっちゃ前からやってます。2017年。そういうことゲット、成功だってなぎちゃんだけ東だから振りが違った。あ、そっか、なぎちゃんだけなのか。そっかそっか、そうだ。え、確かにそう、東と西で違うんですよ、サビの振りがね。サビとかあと他にも違うとこあるけど、確かにそうじゃん。本当だ、今気づいた。そうにしていがちでね、サビの振りとか。スカニーズのバランスとかで振り返る。確かに変えないね、もう決まってるから、西はこれ東はこれっていうのが。そのポジションによって違う振りもあるけど、サビとあとなんかポーズとかがあって、そこのタイミングとか決まってるの、西と東で。レッスンで気づかない、なんかレッスンでもそんな思わなかった。確かに言われてみれば。確かに凪ちゃんが近く、サビ近くだから、だからその近くで、そう視野でこう視界に入ってるからさ、そう見えるから踊ってて、いや他にもいると思う、 いないけどさなんかそういう感覚になってた。東の振りを近くで踊ってる人がいたから、凪ちゃんが踊ってたから、確かにね。いろんなアイドルさんと話した、いや話せなかった、そんな。レイちゃんとね、のみさん写真撮りたいねって言ってたけど、楽屋が遠くてね全然場所が違くて、隣は SK さんだったね、だからそう近かったんだけど、すごい他のアイドルさんとかで番が違ったりしたら、もう全く入れ違いで会えなかったりとか、楽屋とかも全然違くて会えなくて、のみさんは全然違った場所が遠かったから、ステージのね行く途中にあって、私たちとは違ったんですよ場所は。だからね、そう出番もそう、まあ、近かったから、そう余計に入れ違いになっちゃった感じ。なぎちゃん呼びがなんか新鮮。嘘、いつもなぎちゃんって呼んでる。いつもなぎちゃんですね、呼び方。ひたすら待って、晩までそうメイクしたりとかして待ってる。観客はやっぱ声出し禁止。そうだね、最近のイベントとかコンサートとかは全部そう声出せないからね。みんな背拍子とか拍手とかペンライトとかで
場でリフしたんだよ。そう、HKT さんの劇場で、HKT 劇場でお借りしてやらさせてもらいました。めっちゃ花道が長かったすごかった。後ろのステージのところ、後ろ鏡になってたりとかして、鏡ってかな、わかる、鏡みたいな感じのさ、あいつが AKB の劇場とは全然違って、そこと。どれくらい持ち時間、どれくらいだったかな、うん、覚えてないよ、そんな入って会場入りして、どんぐらいだろう、 2時間ちょいぐらいじゃない、2時間と覚えてないですけど、メイクしてたりとかしたら結構あっという間だったから。中央にめっちゃ花道張り出してるらしいね、HKT。中央、それは前の劇場じゃないか、今の劇場は中央、あの真ん中でしょ、真ん中の花道はないですね、なかった。前の変わってさ、 HKT さんの劇場、私どこで HKT ホテルの声がなかった、昨日、え、多分逆じゃない、声がないからリハで使わせてもらったんだと思う。そう、空いてるから使わせてもらったみたいな感じだと思う。ランキングは55分に見ますね。55分に思えないとたまにはない切れちゃう。お休みール今日の分写真だけでも明日か、写真だけ、お休みール、いや別に決めてない、この写真送るみたいな、決めてない、いつもメール送る直前、送信も前ぐらい、そうメールの時にさ、写真最後に載せてんのね、大体いつも2枚ぐらい載せる時もあるけど、その写真はいつも大体そう送る時に決めるから、そう昨日はね、そう文章すら、昨日じゃないか今日か、文章すら打ててなかったから、これ送るとか決まってなかったですよこの写真来るから近くの写真、あ写真もあるけど、別に何載せようとかは別に特に決めてはなかったです送る写真はすぐ決まる、大体決まるね、なければ送る写真なんかあんまないなって、写りのないなって時はその場で撮る結構パッて、何の用もない、え写真がめっちゃあるからね、そうちょっとね消化していかないと、ちょっと容量が、ね、写真だらけになっちゃうから、送って消してるんで、いつも他のとこに載せないように、載せちゃわないように、メールの内容に合った写真選んだり、メールの内容に合った写真もう選んだりすることあるけども、全然関係ない写真載せちゃうこともよくある最近やった写真も載せることもあるけど、全然関係ない写真の方が多分多いかもしれない
キュルしたっけな、さっき1回やってその後充電ができてたから、あっち2回ぐらいやったのか、え、してない気がする、できなかった。そのなんかアシストとノックした時、ノックかな、アシストノックした時はなんか一人の人がめちゃくちゃうまくて、一人で22キルしててチャンピオンになったしかも3人残ってて誰一人かけずに、いや一人の人がめちゃくちゃうまくてね、一人で22キルだよ、いやすごいわ。自撮りって近いよ、え、なんか遠い人映っちゃうから、いろいろ遠い人あんま漏れない普通に自分の携帯見て画面見て燃えてる角度探したら多分そうなっちゃってる、仕方ないさ。ね、めっちゃうまかった一人、びっくりした、いやそう、なんかめっちゃうまくて、なんかもう最後の人かわいそうだった、最後の倒された人最後のね、その舞台の位置で一人だけ残ってて、一人だけなんかすごい耐えててね耐えててってか、そのそこに3人で寄ってたがってめっちゃ撃っちゃったあっ、携帯が しかもね、あの建物の中にいて、最後の一人が建物の奥のなんか隅っこにいて、そこの前で3人で囲んで撃っちゃった、最後だったからまあそういうゲームだから仕方ないけどそう、みんな残ってるからさ、キルしたのは22人で、え、分かんない、どの人がキルしたか分かんないんだよね。でも多分違った気がする、そのなんか倒したみたいなさ、キャラクターが言うじゃん、一人倒なんか倒したみたいな、違うキャラの人だった気がするんだよね。今携帯2台充電されてる、あ、今ってこと、今でもあるけど、でもそろそろ切れるかも、さしとこ36ぐらいだったの、配信始めた時切れそうじゃない、16%ぐらいすぐなくなっちゃう、なんかちゃん笑いながら打ってる、そうだっけ、ゲームするとき、ゲームするとき全然笑わないよ、めっちゃ真顔でやってる、そんな笑う余裕ないもんいや、そんな、でもちょっと余裕ない、そんな、また独り言、独り言そんな言ってないと思う、やられた時に仲間とか全部倒されちゃった時、ああみたいな、そんな喋んないそうね、あ、55分ありがとう、教えてくれて、13位からランキング見ます。13位、井上義弘さん、ありがとうございます。12位、香港の春マートマーク、トマーク強化おいしさん、ありがとうございます。11位、 WY やトマークが言うの守護神エンジェルズおいしさん、ありがとうございます。10位、ハマーさん、ありがとうございます。9位、ラスカールさん、ありがとうございます。8位、台湾嵐、今日が好き、おやすみさん、ありがとうございます。7位ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位ニャーコさん、ありがとうございます。5位バトニーさん、ありがとうございます。4位イーストさん、ありがとうございます。3位カズさん、ありがとうございます。2位元気さん、ありがとうございます。そして1位がヒューガナツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。明日はね、明日はちょっと夜が遅くなっちゃいそうなので、
お仕事で。だからお昼過ぎぐらいか夕方ぐらいにしようと思ってます。今日よりも分かんないんだよね。ちょっと微妙なところなので、いや朝はしない、朝はしない。空いてる時間でしようと思うから。だからお昼過ぎ1時2時とか、それか夕方ぐらいにしようと思ってます。そう、メイクしたいから、メイクしてからするか、メイクする前にする。でもメイクしてからの方がいいか、時間なくなっちゃいそう私。じゃあメイクしてからしよう。だから配信メイクしてからするから、夕方ぐらいですかね。夕方ぐらいにしよう。それでいいよね。うん、そしたら多分時間が焦らないはず焦らないはずやばいってなんないはず。メイクしてメイク配信、いやなんか配信しながらメイクできない、鏡見ながらじゃないと。いや配信なんか鏡見ながらするだろうけど、配信してても、でもすごい近くでやっちゃうから、配信しながらちょっとメイク大変。しないかな、メイク配信は。すごい配信されてるのが気になっちゃう嫌だからしないです。夕方ぐらいね、明日は。夕方ぐらいに配信しようと思います。禁止なんか、いやなんかアイラインとか引くときに遠かったらできなくない？難しい、近くないと。マスカラとかめっちゃ近くやるじゃないと、アイラインとか難しいから、手持ちの鏡がないとできない。ほんと鏡こんぐらいでやる、こうやって見ながらアイラインとか、ね、難しい。もうちょっとできるね、あと1分ぐらいだ。だから配信ではしないからじゃあまた明日夕方ぐらいに配信したいと思います。じゃあそろそろ、ちょっとまだあるか、切れちゃう。ありがとうございましたまだ時間あるけど微妙な時間、あと20秒ぐらいまた明日、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました。明日は夕方です。おやすみ、バイバイおやすみなさいバイバイ